経済危機に陥っているスリランカのラジャパクサ大統領が、今日国外に脱出したと政府当局者が明らかにしました。政府当局者によりますと、ラジャパクサ大統領は軍用の輸送機で近隣国のモルディブに脱出したということです。スリランカでは外貨が枯渇したことによって生活必需品が不足し、政府に対する激しい抗議活動が起きていて、 最大都市のコロンボでは9日、抗議に押し寄せた数千人が大統領公邸を占拠しました。ナジャパクサ氏は今日辞任すると表明していましたが、辞任後に逮捕されることを避けるため国を離れたとみられます。